はい、全国の皆さんこんにちは。早稲田合格塾&森鉄チャンネル、日本一早い回答速報動画。はい、ここではですね、国語の全体概観のお話をしたいと思います。ここでは全体概観を話しまして、で、まあ、具体的にどんな感じで解いているのっていうのをこちらの、早稲田合格塾でちょっといつもねお力を借りている相澤先生にちょっとこう具体的に、本講義の方で早稲田合格塾のチャンネルの方で、ね、手元動画を解説しておりますので、ぜひね見に来てください。ではここではですね、まあ、ちょっと軽く全体の概観をお話ししていきたいと思うんですけれども、はい、相澤先生よろしくお願いします。はい、そうですね、まあ去年2019年に平均点がガーンと上がって120点台になったと、はい、いうこと で、今年どうだったのかということなんですが、まあ、4問全体的に見て去年と難易度そんなに変わらないような気がします。ですからやはり平均点としても120点台でしょうし、うん、上位を狙っていく上ではやっぱり8割9割そういったハイレベルのハイスコアの戦いで、そうなんですね、なっていくんじゃないかと思いますね。はい、まあ、それがまあ4問通じたところですね。なるほど。じゃあちょっと一問一問、はい、お願いします。にしましょうか。はい、まず第一問が評論文ですね。はい、で、まあ、ちょっとね受験生にとっては馴染みのない内容だったかもしれません。うん、それからレジリエンスっていうね、はいはいはい、ちょっと聞き慣れない言葉ですよね。うん、でどうしてもこういった普段慣れてない内容だったり聞き慣れない言葉が出てくるとどうしても平均点ですよね、ですね、下がるっていう部分があるわけですけれども、まあでもそれぞれの言葉が本文で丁寧に説明されているので、それをしっかり押さえながら読めば決して難しくはなかったと思います。はいはいはい、それからまた後で一問一問詳しく見ていきますが、その問い2以降の問い2から問い4までの一回問題ということでいうと、これ実は仕掛けがあって、問い2から問い4まで誤りの選択肢に入っている言葉が決まってるって。あ、そうなんですね。うん、で文章の中でも何度も何度も繰り返し何々ではなくて何々だ、うんうん、言い方を A ではなく B だ言い方をしていて、その A って言葉が選択肢に入ってると自動的にパスなんです。はいはいはい、じゃあ結構その意味では、うん、まあ、現代文の解き方を回答解説する参考書って結構そういう A ではなく B のところを重要視するじゃないですか。そういうこと。結構、まあ、本文がすごく読みにくいなっていう印象ではあったんだけれども、解き方の部分はかなり基本に忠実だったっていうことですかね。うん、そういうことですよね。だからやっぱり文章読めるときできるってそれは当たり前であって、うん、読めないときにどうやってその文章を解きほぐし答えていくかっていうことですからね。はい、そういったところがきちっとできてる受験生は確実に取れたんじゃないかと思いますね。そういうことですね。はい、それからあと問い子が、はい、教師と生徒の会話ってことで、まあ、ちょっと新テストを意識したような、ね、そうですね、これ数年でよく出てくるやつなんですね。ですけどね、まあ、ただ答えから言うとそんなに難しく、問題からするとそんなに難しくはないので、はい、大丈夫だったかと思います。それから問6ですよね、表現の問題とあと論の展開の構成に関する問題なんですが、とりわけ2番の構成の問題っていうのはいつもちゃんと全体の構成聞くような問題なんですが、今回は何段落目はどういう意味でってことなので、はいはいはい、そこの部分は当たれば答えられるようになっていたんで、まあ、対処しやすい問題だったと思います。まあ、だからそういった意味で耳慣れない内容とかね、それに振り回さなければ十分いけたと思います。問い5に関してやはり新しい形式ということでちょっとこう、まあ、練習しっかりしてないと、まあ、取れないよっていうところがあるんですが、ここはまあ難易度は達成したことはないないっていうことです。で問い6に関してはやはり何で生徒たちが困るかっていうと、結構こう、まあ、最後のところに来て本文に立ち戻りこっち見てこっち見てこっち見てっていう、はい、時間との勝負がすごくタフになってくる設問かなっていう感じがしちゃうんですけど、はい、うん、そこに関してはいかが思われますか。いや、まあ、それは時間かけなきゃダメなんですよ。なるほどね、逆に言うと時間かければ取れる問題なんで、そこはなんか
端折って大体で丸とか×決めないで、ちゃんと時間取って確実に取った方が戦略的にはいいかと。なると、まあ、今回は問い2から問い4の読解問題が結構こう解き方の部分で基本に忠実だったからこそ、まあ、こうサクサクいけるはいけたっていう、そうでしょうね。なるほど、わかりました、では本講義の方では解説もしておりますのでぜひ見に来てください、はい、では小説の方に行ってみましょう、はい、第2問ですね。でまあ、第2問の小説は、まあ、ここのところそのちょっと時代としては古い、うん、戦前の非常に多かった で、ね、で今回はもう戦中なんですよね、うん、でだんだんと戦争の色が強まっていくので、はいはい、蛍の墓みたいですね。そうなので、まあ、どうしても暗いトーンである、うん、まあ、原民喜という作家がそうなんですけどね、そして人がどんどん死んでいきますからそう重いですね。ね、なるほど、魚吉も死にということですから、はい、でそうですね、まず本文の分量からでいうと、5ページ分で終わっているので少ないんですよ。あ、そうなんですね。なんかこうすごい普段の小説と比べるとなんかこう、文字が多いなみたいな。あ、そうなん、あのね、これ最近の小説はあの会話で、そうですよね、隙間がいっぱいあったんでサクサク読めるんですけど、まあだから短いんだけどちょっとボリュームある、あ、なるほど、感じだったと思います、うんうんうん、はい、ということです。まあだからこれもやっぱり第一問と同じで、その読んでいくのはね、ちょっと きついところがあると思うんですけど、そこをあの粘り強く読んでいくと問題自体はそれほど難しくないというか、はいはいはい、基本に忠実であったということでしょうね。わかりました、はい、でも例えば問い2だったら、そうしたとあって、まあ、指示語問題なんですよね、うん、指示語問題であったりとか、それから、まあ、まあ、問い3でもその防線部の前後の内容ですね、それを抑えれば十分、妻の心情から推測できるようになっている。その後もそうですね、問い4、まあ、同じような形、問い5も同じ、まあ、問い5、問い6あたりですかね、まあ、結構、問い2から問い5までに関して、まあまあ、問い2から、まあ、全部ですね、まあ、例年と問題スタイル自体はそうそう変わらないのかなというような形ではありますよね。まあ、ちょっと問い5は僕は新傾向だと思いますよ。あ、はいはいはい、それぞれ手紙が出てくるので、なるほど、それをどうやってね、どういった効果があるのかみたいな感じ、手紙ってことですよね、ことですけども、ただこれはあの従来の問い6の表現に関する問題と全く同じ で、ね、ちゃんと2行目だとか10行目だとか、うん、場所が指定されていますから、きちっとそこの部分に戻って、なるほど、判断をするということ、うん、そこですよね。やはりこれ僕はまあ自分の、ね、授業とかでもよく言うんですけど、センター小説はこの問い、まあ、さっきの評論のラストもそうですし、小説もそうですけど、こうもう読み選択肢と本文を非常に変える回数が多くなる問題、まあ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 、この問い5問い6のやっぱり出来具合とかスピード感がちょっとこう難易度に直結してくるかなって、ね、まあ、まあだからまずはちゃんとできるってことが大事だから、うん、時間かけてやっていいんだけど、まあ、そういった中で演習繰り返す中でということですよね、スピードをつけていくということだと思います、まあ、だから第2問もう一回まとめると、ちょっと文章自体は重かったんだけど、うん、問題自体はそれほど難しくはなかったのではないかと思います。例年と比べてもまあ普通じゃないっていうですね、はい、という感じですね。わかりました、はい、次古文いってみましょう。古文ですね、はい、まあ、僕は古文はあんまり得意じゃないとか全然やらないインチキなんだけどいい、そんなことじゃないですよ僕でもできるっていう場合は簡単なんですよ、ね、はい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 、そういうことですね。で、そういうことね。でまず問1は語彙問題ですが、もうゆかしくやおら、まあ、ちょっとうのあわいがね、まあ、普段のこう古文単語帳にまあ載ってるあい、そしてまあうがまあちょっとまあ本文で固定していくみたいな、そういうことです。例年と同じですよね、まあ、そういうことでしょうね。はい、で問いには今年も経緯の方法が出たんですね。出ましたね。もう敬語でやってない生徒はもう自殺行為ですね、まあ、敬語に強くないとね、まあ、これは去年も出てたんで、うん、ですね、確実に取ってくださいということになりますね。はい、で問い3はもうこれは防線 A の直前に書いてる内容ズバリですから、これもいけたんじゃないかと思います。これ古文、まあ、僕も読んだんですけど、今回まあ古文の本文自体の難易度はさほどでもなかったですよね。そうですね、正直本文は読みやすかった、まあ、そうですね。去年は狐が化けたありました、ね、ちょっとトリッキーだったんですけど、うんうんうん、
今回はそういうこともないですし、登場人物はっきりしてますし、うん、とりわけ古文の場合にはやはりその最初のただし書きですよね。そうですね。そこで人物関係っていうのをしっかりつかむっていうことが大事なので、うん、そこを踏まえて読んでいけば決して難しくはなかったと思います。で、まあ、単語であり文法でありあるいは問いにて敬語を聞いてみたりと、はいはい、いうことですが、まあ、決して難しくはなかったと思いますね。問い4、問い5、問い5、まあ、でも問い4とかもつてならでですから、うん、つて語彙とで文法、はいはい、この2つで決まる問題ですよね。なるほど。で、エミイタリのところはこれは、本文のその直前の部分ですね。直前の部分というか最後の段落ですよね、うんうん、この内容を踏まえて答えてくれれば十分だと思います。で、最後問い6ですね。6ですか。文章の内容だから全体の内容、全体の内容、まあ、いつも通りですね。まあ、読みやすい文章ではあったので、うん、問い6も決して難しくはないと思いますね。はい、はい、といったところです。 OK です。まあ、やっぱちょっと第3問は古文は落とせないですね。そうですね。ちょっと今回古文がね少しなんか簡単めかなっていうのが僕の個人的な印象ではあったので、はいはい、うん、ちょっとこれは平均点上がりそうな印象ですね、はい、なるほど。そして第4問漢文出ちゃいましたね。漢詩が、はい、ね、漢詩が出たのって、漢詩が単独で出たのってね、僕がセンターを受けたの1992年その時漢詩だから、あ、多分その時以来だよ。なるほど、うん、じゃあ、うん、まあ、確かにね、なんかネット上でもまさかの漢詩復活みたいなね、うん、だから結構阿鼻叫喚としてましたけど、僕がセンター2回目か3回目だ、はいはい、で最後の年に関してだから何か思うとこありますね。あったのかもしれないね。で僕の年も92年漢詩が出て、はい、押印で韻を踏むところで空欄に漢字を入れるっていう問題、やっぱり出る、もうまさしくですね。やっぱり出るんだね。うん、うん、というのはやっぱりなんか最後思うところあって漢詩出したかったのかなっていうところがあるんでしょうね。問題見ていくと、まあ、問1はともに少なし、はいはいはい、まあ、語彙ですね、うん、まあ、やっぱり漢文の場合にはちゃんと漢字の知識を、うん、でまたこの今回の漢字もね、まあ、よく見るやつですよね。よく見る、まあ、やつなんで問題ないと思います、うん、ね、この問2、白文の問題ですけど、ちょっとやらしいかなと思いましたよね、うん、まあ、ちょっとその同じからちょっと同じ言うせずで、ここで区別する全般で判断するのはちょっと難しいところでしょうかね、うんうん、やっぱり後半の句ですね。はい、はい、まあ、後半の方で絶対に触れないような振り方してるのありますから、うんうん、3番とかでも絶対ないで、ないですね、これはないね。そういうところから解きほぐしていけばいいと思います、うん、なるほど、はい、わかりました。トイさんは A 使うんだね。トイさんですね。トイさん、トイさんが A ですね。A ですよね。これは新しいですね。まあ新しいけど、防線 B の内容ちゃんと読めば、そうですね、決して難しく、この問題の特徴としては防線部 B をこうしっかり読むのか、それともその防線部 B を含めた前後もしっかり読んで全体で判断するのか、いや防線部 B だけだ、ね、だけでいけるんですね。だけだね。だから防線 B の解釈問題を A にしたっていう、ああそういうことか、なるほど、それだけだと思います。なんか本来であればこういうこれって本文がそのなんか家建てる時の話っていうことだから、ええ、なんか全体を踏まえた話なのかなと僕は思っちゃったんだけど、全然でも本文も説問の途中でこう来るってことはやっぱり防線部 B なのかなってことですよね。なるほど、はい、で問4が先ほどおっしゃってた押印の問題ですよね。押印と対句なんだよね。なるほど。だから暮らしのところで印を踏んでいるのと、あと子と上の句のこと継いだから、ああはい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 、ください、っていう、なるほど、うん、っていうことです。はい、でラスト問い5問い6、問い5はもうなんかもろに追句を聞いているので、まあ普段漢詩3文で出る時も追句が非常に大事なんですけど、まあ漢詩なんでね、もう追句ですよ、ですよね、ということですよね。でまあでもこの選択肢見て適当でないものってことで、まあちょっと無茶な解釈してるのが明らかに1個あるんで、うん、そうですね、うん、決して難しくないとは思います。適当でないものの解放っていうのはね、もうよいわゆる現代文の参考書でもよくありますけど、明らかにやばいものをもうピンポイントでっていうことで、そういうことです。意外とどれもね、なんかね、それっぽいこと書いてあったりするんだけど、間違ってるやつがやたら目立つってやつですよね、ということです、はい、
なるほど。で最後問い6ですね。まあ最後でその全体の内容をまとめる上でその筆者の心情を聞いているといったところですけども、ね、でも事実上防戦の解釈問題だと思いますね。うん、なるほど、うん、それほど何か全体の内容が含まれているかってそうでもないので、うん、はい、あのちょっとこれ聞いてみたかったんですけど、まあ、監視になることによって普段の3分の問題と比べた時に、まあ、当然こう字数っていうものは少なくなってくるわけじゃないですか。漢文でこう時間を短縮していくっていうことは可能だったりするんですかね、監視が来た場合は。同じじゃないですか、ね、みたいなもんですかね。でもまあだからおそらくそのセンターの国語全体考えた時にやっぱり4問80分きついから、うん、あの漢文でどれだけ時間を稼ぐかっていう ね多分10分普段でも10分ぐらいでやるのがやっぱベストだし、うんうんうん、あの時間がなくなった時でもあのできるのが漢文漢文ってことねということなのでね。なるほど、そういった意味ではだから普段のその3分の漢文の問題でもだいたい防戦つまみ食いしてても、はいはいはい、その防戦部の区形とかでできる問題漢文の先生に怒られるやつですね、うんうん、できるやつ、できますね。で今回も同じだよ、でそれがまずさらに字数が少なく、ただ字数少なくなっちゃう、うん、情報少なくなっちゃうから確かあそれありますよね、うん、そこのところがちょっとやらしかったかもしれないけども、解き方自体は全然変わらない、変わらないですね、はい、どうも漢文も結構平均年高くなる可能性がということですね。高い、ね、まあでもちょっと今ずっと話してて多分120点台だって言ったんだけれども、あのそれは僕感覚で、はいはいはい、つまり全てに共通1問目から4問目に共通してたのは文章自体はちょっとなるほどあの慣れてなくて難しめ、うんうんうん、ちょっとねあの手こずるかもしれないけど問題自体は簡単だ、はい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 、なんだけど受験生って読むので手こずると確かに大問1なんかはやっぱり内容むずいし、うん、大問4なんかはまさかの漢文漢詩みたいなことで練習してなかったらね、うんうん、なるほどということもあるかもしれないですね。そういうところでまあ下がる可能性もあると思う、ね、まあだからこれ見てるの2年生なのコース、まあいろいろですね、いろいろ、うん、まあでも来年でまあセンターから新テスト変わるけれども、でも新テストの思考テストとか見ててもね、あのまあ本文の読みが当然ありながらも、うん、やっぱり問題を解くっていう部分で解き方っていうのは非常に大事なんで、あのそういったところをあのこの問題この後解説しますから、ぜひ本講義の方も見に来てください。ありがとうございました。